あら、セト。スメラギのお坊ちゃまか。なんだ感じ悪って。あ、ナオミちゃん。ナギさんに、ユイタさん。あ、ナオミにカサネも。お疲れ。今日か。そっちも新兵の訓練か。そうなの。今年も可愛い子たちが入隊してくれたから頑張らないと。うちのもみんな生きがいいぜ。いや、カサネだったな。訓練はどうだった？それなりにやれたと思います。そいつはよかった。カサネちゃん、もしかして。どうしたの、ナオミ。あ、ユイトさん。いえ、あの、怪我はありませんでしたか？え？ああ、うん、おかげさまで。さっき、ヒムカテレビでユイトさんの中継を見ました。初陣とは思えない活躍で、かっこよかったです。え？ありがとう。強化招待のみんな、班長以外は解散でいいわよ。班長は私と一緒に本部へ来てちょうだい。うちも同じだ。班長のみ本部へ行くぞ。あの、カサネ。何？俺たちどこかで会ったことはあるかな。一緒に怪異と戦ったわよね。忘れたの？あ、いや、そうじゃなくて、じゃあお姉さんがいるとか。ナオミがいるでしょ。あなた頭でも打ったの？変わってるわね、あなた。でも超能力はまあまあだったと思うわ。頑張って。あ、うん、ありがとう。ねえ、ユイトってランドール姉妹と仲良しなんだね。今ので仲良く見えたなら、花火も相当変わり者だと思うけどな。そうかな。おい、ユイト、先に本部に行ってるぞ。お前はカラスに狙われてるから、外でのおしゃべりはほどほどにな。ユイト、俺もお前と一緒に本部に行くわ。